あんたは俺が守る。レッテン。必ずだ。タイムフラビーティング。はい。女は渡せや桐生。どうせてめえはここで終わりだ。Just you now. Oh, really? Really? Oh man. That's not a good idea. And more of them. あんたはここで待っててくれ。キリュウさん。誰もここまで。てめえ。覚悟はいいな。That's right.Pretty sure I have drinks to recover anyway, but Kutsa. Well, he tried. Is she with her?女どこだ。わかりませんよ。もう立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。Kiko, how's it going? まあ、I'm alright. 下手打ったな。お前もだ。How's Yakuza going? I got someone else on the list. Oh?The third of the bosses or whatever. Yeah, he fucking dies.
I'm gonna make sure of it. 安心してくれ。目立たないところに泊まりたかっただけだ。The bold one. 分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。No, the third of the bosses. Oh, aren't they all on the list? Yeah, kinda, but not quite as much as he is now. いつからあいつに会ってないんだ。10年前、私は10歳で、兄もまだ15だった。なのに兄さんは。私と母さんを捨てて日本に大阪に行くつもりとまでは聞いてた。うん、そっか。だからあんたは蒼天堀にいたのか。橘を探すために。うん、2年前東京から家出して蒼天堀で私中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小高。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。本当バカみたい。私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。うん。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。Yeah, he knows the feeling, huh? 長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってる奴なんて、この世に一人もいねえ。俺らにできるのは、立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。
あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、キリュウさん。Starting to get a bit late. Chapter 13 completed. How many chapters were there again? Too many? Chapter 14 is that. I thought there were like 12 or something. And now I'm on chapter 14. West Park, Camarocha. Oi, Iruka. Oh, Nanda Kiryu-san. Anta mada ikite ta na. Oh?おいおい、べっぴんさんだけど、あんたこんなとこに女連れかよ。悪いが、他に行くとこがね。また少しの間、かくまってくれ。しょうがねえな。携帯も。Let's。What happens next? 本当にむさ苦しいところですが。特に匂いとか。大丈夫です、すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん。ああ、ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ。アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方が。安全か分からないうちはアジア街にも連れていけねえ。堂島組に狙われてるって、この子が。なんで。あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。わかったよ、引き受けた。 Yeah, makes sense. Right, time to go find Tachibana again. Oh, right, I was a while ago.Probably going to be the last episode, regardless. So, wait, you're done with Yakuza, whether or not you finished. Kiryu-san, da na. Well, I'm done today because the time. I might not finish it today. Wakatteru.
止めに来たわけじゃない。あんたを迎えに行くよ、チンさんから言われた。 Yeah, that makes sense. Yeah, I definitely have to finish the game, come on. ここの顔役か。ああ。Oh my. 橘は無事なのか。来ればわかるよ。What happened this time?前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容態が悪くなったんだけど、oh, さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした、キリュウさん。もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。立花、牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね、彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。大田さんにもそう言っといたんですが。立花。はい。小田は誠を殺そうとした。どういうことですか。それで大阪を出たきり、織田とは連絡が取れていない。Yeah, one hell of a long story. 織田さんはもう生きてはいないでしょう。私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わずただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今小田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーベンクイツと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は周りを喰らい、のし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた。そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちが
どんな目にあったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、人は七階で妹がカムロ町から姿を消していたこと、母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地がやがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが殻の一つも、ええ、堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てがうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし殻の一粒が原因となり彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやすさんを交渉相手に選んだのは、風間さんが堂島総兵に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島総兵の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島総兵が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東条会本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東条会の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。 Make sense。 風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように。うん。そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやすさんの指示で作ったか。立花不動産の誕生、そして殻の一粒にまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。Interesting. Just how smart is he? 風間さんは裏から東条会という組織をコントロールするため互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。 Well, she already knows, so whatever。あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女がソーテンボルにいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私をくれていたんです。立花桐生さん、私
her money to yours. Shouchouni, I take this. Ima, what is so tame takiri? Ikiagarai tamas. More nidoto. Nigitaku arimasen. もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴は橘さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか橘。はい。Oh boy. Itazo! Tachibana! Time to kick some ass. Oh, my God. Tachibana Nanka. Teme mo itano kakiru. Ikagen shindoge! And there we go. Simple enough. Though it would appear they were the only ones for now. But they know you've been hiding here. More will be coming. Indeed, we should leave through the back. It is this way.急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした。誰かに見られています。何。Shit. The fuck's that guy? He didn't need to break all of that. リーホはショウザ、
给我出来。我收到的命令并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは私を生け捕ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが、あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。Well, shit. 立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。This is what I have to call it? I guess not quite. Tachibana さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今、アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで Tachibana さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで橘のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。橘さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くっそ。それより橘の居所は本当にわかるのか。約束はできんが、手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところで、あなたは知っているかな、殻の一つぼは立花さんと牧村誠の祖父、牧村源蔵という男が持っていた土地の一部だった、うん、彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば、一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源蔵には中国で生き別れた娘がいた。橘さんの
母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて橘さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザは違うかね。今頃堂島組は橘さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せば、アジア街はもはや東条会から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず橘を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。Of course, I need to go kick all of Teresa's. 結構。では橘さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。Right, let's find a side point. It's way past dinner time right now. And I can smell the food being cooked. Cool, side point. Perfect.